はい、では今日は、お釈迦様の、説かれた最後の説法、まあ、これ涅槃行と申しますが、この涅槃行に、私たちがどういう話を聞けば幸せになれるのか、また、仏教を説く立場、まあ、これ善知識と申しますが、私のようなものはどういう話を皆さんに、すればいいのかをお釈迦様ですね、はっきりと、教えてくださっていますから、まあ、それをお話をさせていただきたいと思います。で、今から言う内容は、あの親鸞聖人という方が、まあ、教行信証にですね、まあ、解度観と言いまして、我々が救われる道のり、我々が救われる方法について述べたところに、この涅槃行をそのままきれいに引用されて、親鸞もお釈迦様のおっしゃる通りだった、私もこのように皆さんにお伝えしよう、また皆さんもこの教えの通り実践されたら、皆さんのこの病は確実に癒され治るんですよと、こうおっしゃった内容であります。早速見ていきたいと思います。仏菩薩を大意となす、だから善知識と名付けると。仏教では仏や菩薩は優れた医者であると。大医と言いますのは優れた医者、仏や菩薩は素晴らしい医者に例えるんですよと。だから、ただ善知識とは優れた医者と同じなんだと。善知識と言いますのは、これは、仏教の先生、私のようなですね、仏教をお伝えする先生を善知識と言います。あるいは広く言えば仏教の友達、仏教を語り合ったりする、仏教の友達も、善知識という言い方も知るし、あるいは善友といってね、善の友達という言い方もあります。善知識とは言葉を変えたら優れた医者に例えることができると。じゃあ仏や菩薩、仏法を説く人はどういうことを仕事とするかといったら、病を知りて薬を知って、病に応じて薬を与えるのが善知識なんだと。医者というのはまず病というものを正しく知る、そして病にを知った上でその病にあった薬をまた知る。まず病を知ることが大事ですし、次に薬を知ることが大事になってきます。で、病を知り薬を知った後に、この後病に応じて薬を与える、これ仏教で応病予約と申します。まあ、これは割と有名な言葉なんです。仏教は応病予約、病に応じた薬を与えてこそ病を治すことができる。あるいは気に対して法を説くとも言いましてね、気とは皆さんの心、大気説法と言いましてね、気に対して法を説く、皆さんを気と言いまして、心に対して法、仏法という教えを説くのが仏教なんだと。仏教では皆さんは失礼ですけども心の病気を抱えていますよとおっしゃるんです。すべての人は苦しんでいるのが証拠、みんな心の病を抱えている、この病を皆さんが自覚して、その病に応じた素晴らしい薬が仏教には用意されているので、その病をまず皆さんに自覚していただき、そしてその病に応じた薬をお釈迦様から親鸞聖人から教えていただけば、この我々の心の病は確実に癒すことができ、治すことができると、こうおっしゃるんです。じゃあ
どんな病なのか。まあ、当時のお釈迦様の、インドの病で例えるならば、まあ、当時ですね、大きくインドでは病に3つの姿があったと。病巣に3種類あると言われてね。まあ、今とちょっと違うかもしれませんが、風病、まあ、風邪の病、熱病、あと水病、まあ、こういうふうにありましてね。風病には粗湯を与えなさい、熱病には灼熱を与えなさい、水病には喉頭を与えなさいと、まあ、ちょっと今普段聞かない言葉で当時の、病と薬ということでここでは紹介されています。まあ、これはどういうことかと言いますとですね、風病といったら昔はな不良のな木に当たってですね起こる病気だそうなんですね。私もよく理解できないんですけども、当時は風病にかかったら粗湯と言いましてね、まあ、これは牛乳を精製して牛酪から作った油ということで、今では多分バターだと思います。このバターを風病の人には与えたら治すことができたと言われている。また熱病、熱の病にかかった人には灼熱を与えたと言われますね。まあ、石の蜜とありますから多分氷砂糖のことだと思います。熱病の病、熱の病の人には灼熱を授けるんだと。そして水病、まあ、水病ですね、まあ、これは体が冷える病気だそうですけどね、体が冷える病気の人に対しては喉頭を授けなさい。まあ、これも今使わない言葉で、喉頭というのはこれは今で言えば障害にあたります。まあ、これならちょっと分かりやすいですね。体が冷えた人には障害を与える。まあ、当時代表的な病を3つ挙げられて、この医者は、当時の医者は病に応じてそれぞれ薬にあたるものを与えて治したという、皆さんに分かる例えでまず病とこの薬を具体的な事例を通してまず示されました。そして今度はですね、一番大事なことは心の病、仏教では体の病も大変ですけども、皆さんの心の病を治さないと苦しみ悩みを解決することはできません。そこでお釈迦様は凡夫の病に3種類あると説かれました。仏教では凡夫、我々一般庶民、普通一般の我々、まだ悟りを開いていない私たちを凡夫と申します。凡夫とはこれは平凡の凡だから一般の、部はこれ夫と書きますが、これは人のことですね。普通一般の人を仏教で凡夫と申します。我々には病がある。これは肉体じゃなくて心の病を抱えているから、我々はなかなか幸せにはなれないんだとおっしゃるんです。どういう病を、抱えているかと申しますと、貪欲の病には骨相を感ぜしむ。貪欲の病にかかっている人には骨の姿、人は必ず死んでいかねばならない。骨というもの、我々やがて死んだら骨になりますように、骨の姿を観と言いますのは、これはこれ観察の観で、これ元は仏教の言葉で、これただこの見るだけじゃなくて、横にこの字がついたらね、あるがままに見るという意味なんです。もともとこの観察という言葉は仏教のお経に出てくる言葉で、エゴを入れずに、主観を交えずに、都合や欲望を離れて物事をあるがままに見る、物事を客観視する、これを仏教で観と申します。我々は人の死を見た時にね、自分が死ぬとは思えない。骨をあるがままに見ることによって、あなたのむさぼりの欲は癒すことができ、
治せますよとおっしゃるんです。また後で詳しく言いますが、貪欲の病には骨の姿をあるがままに見なさい、骨相を観世しむ。次、真理の病には、慈悲相を観世しむ。真理と言いますのは、これは怒りの心です。怒りの心を仏教で真理あるいは真意とも言います。真理と言いますのは、まず真の字は、これは目が真剣とありますから、カーッと目が見開いた時の怒りを真と言います。この意はですね、これも怒りという漢字で、土が二つありますので、根に持つ怒りを言います。根に持った怒り、心、土が二つあって心ですから、根に持つ怒り、まあ、この怒りによって私たちは不安になり、またたくさんの悪い行いを我々はしてしまい、それで我々は苦しむことが多い。そういう真理の病で苦しんでいる凡夫には、慈悲の心を持ちなさい、慈悲の相、慈悲相を観世しむ。慈とは慈しみの心、悲はこれは悲しみ哀れみの心。幸せでありますように、悩み苦しみがなくなりますようにという慈悲の姿をあるがままに見る、ね、腹が立つ人がいても、その人に慈悲の心をあなたが持つことができたら、怒りはスーッと消えて、病を治すことができますよと。慈悲相が、これが薬なんだとおっしゃる。そして、3つ目が、まあ、愚痴の病。愚痴と言いますのは、愚かで知恵が病だれにかかっている。この愚と言いますのは、これは、馬鹿、愚かということで、因果の道理がわからない。知もこれは、これは知の、我々の頭が病だれで、病気にかかっている。だから物事が正しく見ることができない。今受けている結果はすべて自分の蒔いた種まきなんだけども、自分の蒔いた種まきを忘れて、人のせいにしたり、社会のせいにしたりして、自分の種まきを間違っ、自分の種まきを知らない。因果の道理を知らない心を愚痴と言います。まあ、これを仏教の専門用語で、十二因縁という言葉があるんですね。これまた後で説明いたしますが、この因果の道理を十二の因縁によって詳しく説かれた教えが仏教にございます。それを皆さんが正しく理解できたら、あなたの愚痴の病が治り、あなたの苦しみの根本をなくすことができますと。十二の因縁についてお釈迦様が説かれた教え、その十二因縁の十二縁の相を観世しむ。あるがままに見たら、愚痴の病が治せますよとおっしゃいました。まあ、これが我々の、この病と、薬ですね。病と薬をね、わかりやすくお釈迦様は説かれています。といってもこの内容は非常に深くて、まあ、説明が必要でありますが。そして最後ですね。この善知識というのは、まあ、この病と薬を解く方であり、またこの善知識はですね、まだあるいは仏や菩薩は、一つ目の例えが大、優れた医者に例えると同時に、もう一つ例えを紹介されています。それが、大戦士と言いまして、まあ戦士、まあ船人、昔ならば船頭さん、今ならば船長にあたります。大は優れた、大変立派な優れた船を操る先生にあたるのが善知識なんだと。まあ昔はこの川を渡す人を船士と言いました。船の先生、この善知識、仏や菩薩は大変優れた船人、船の船長であると。なぜかと言いますと、我々人、苦しんでいる人を度する、
よく仏教で度という言葉が出てきます。これは渡るという意味なんですね。度するというのはこの字ではちょっと分かりにくいので、横にね三髄辺をつけたらいいと思いますね。三髄辺、渡り哲也の渡るになりますね。渡り哲也の渡るはこの字ですね。三髄辺、これつけたら渡るという感じになります。意味は同じです。つまり仏教というのは人を渡す教えなんです。どう渡すかと言いますとね、今我々が住んでいる世界を仏教で死岸と言います。この岸、このシャバ世界、生きている世界はこちら側の岸にいると。それに対して幸せな世界、これ悲願と言いますね。かの岸、これ極楽浄土とかね、浄土というふうに言われますけどもね、まあこれは死んだ後じゃなくて本当はこの世で幸せになれる浄土のことを悲願と言います。いわゆる苦しみ悩みの世界から病が治ったら悲願にたどり着いて幸せな世界へと我々は至ることができる。でこの渡る道中が海なんですね。この海を渡って向こう岸に行く。で今我々の住んでいる世界を仏教で生死の大海、生死の大海と言いますね。我々が今ずっと生きている世界は何度も何度も生まれたり死んだりを繰り返しているんです。今皆さんはね、過去のこと覚えてませんけども、仏教では過去世から何回も何回もね、生まれたり死んだりを古い過去からずっと繰り返してきましたよと。そしてまた、仏教を聞いて幸せにならなければまた死んだ後もずっとですね、生まれ変わり死に変わりを果てしなく繰り返している。ちょうど大きな大海で、大きな海でアップアップみんな苦しんでいるのが古今東西のすべての人類であり、もっと広げればあらゆる生きとし生けるものはみんな生死の大海で苦しんでいるんだとおっしゃるんです。だから仏教では我々人間を含めて動物も生きとし生けるものを仏教でもろもろの衆生と申します。もろもろとはたくさんの、ね、衆生と言いますのはこれは多くの生を受けるもの。今皆さんは人間ですけどね、次また人間じゃないかもわからない。それは今までのこの種まきによってね、もし皆さんがねこの貪欲の行いが強いままね、むさぼりの欲、この業が強かったらね、死んだらガキになります。ガキ道に落ちて苦しまねばならないと。だからこれをね、骨葬の薬で皆さんは、まあ、この説法でね、方法をしっかり知って、実践していただきたいんです。また真に怒りの業が強い人は死んだらこの世も地獄ですが、死んだら地獄に落ちると説かれています。だからこの怒りもですね、自自相を完全しむというこの薬によってこれを治すことができますから、治していただきたい。治せるように私も頑張りたいと思います。また愚痴の病の強い人はですね、これは畜生界の種まき、ね、動物とかね、あるいは鳥とか、そういう畜生の、畜生に生を受けるものはあまり知恵がないんです。だから人間と比べたらね、頭脳はずっと低いんですね。いや、頭の悪いというか愚痴の人、そういう人はやっぱりね、因果の道理がわからないから、自分の種まきがわからずに人のせいにばっかりして恨んだり呪ったり妬んだりそねんだりして、そして苦しむから死んだら、畜生界に落ちると説かれてますね。だからこれをね、まあ皆さん今人間に生まれたからね、少なくともこれを過去世では克服したと思うんです。だから根性もしっかりこれを克服してね、まあ、全部はなくせなくてもいいですから、ある程度これをね弱らせることができたら、これをですね、この3つの病をですね、薬によってこれを弱らせ、ね、
減らすことができたら、また次人間界に生まれ、また仏法を聞くことができますから。まあそれが今日もね、狙いでお話をしております。で、その人の種まきによって我々は生まれ変わり死に変わりを果てしなく繰り返している。だから仏教では皆さんのことをもろもろの衆生と言います。ね、もろもろ、たくさんの多くの生を受けるもの。もうこの生まれたり死んだりする繰り返してきた回数といったら、もう計り知れませんよとおっしゃるんです。これが我々だけじゃない。もうみんな、もう全人類はこういう状態。あるいは動物、ね、魚とか、そういう鳥とか、そういうものも全部ひっくるめて、もろもろの衆生と言います。そういうもろもろの衆生は、生死、生まれては死にを繰り返し、大きな海のようなものだと。仏教では生命をすべてね、ひっくるめて、みんな、海の中にいます。ね。この生きとし生けるものを仏教では大きな海に例えて、しかもほとんどは苦しんでいる。いや、本質から言ったらみんな苦しんでいる。だから、この苦しんでいる大きな海を渡してあげたい。この渡す任務、仕事を持っているのが仏や菩薩であり、善知識なんだと。正しく仏教を説く先生を善知識と言いますね。だから善知識は生死の大会を死願から悲願に渡す。これが仕事。だからこの生死の大きな海を渡す。海に例えたから、海を渡すには船が必要ですね。だから大きな船を用意して、たとえこういう罪の重いものでもね、船にしっかり乗せて、それをですね、海を渡れるように船に乗っていただいて、向こう岸に渡れるように、船の船主となって、ね、船頭、船長となって必ず、ね、渡しますよと、こういう誓いを立てているのが仏や菩薩であり、また私も頑張ろうと思います。まあ、こういう内容が、涅槃経に書かれてますね。親鸞聖にもこれを読まれて、本当にそうだなぁと思われて、これをそっくり全部引用されて、ね。皆さんもこの教えに従ってくださいと。こうですね、述べておられます。まあそこで今日皆さんにですね、知っていただきたいのは、まず、我々の病はどういう病であるか。大きく、むさぼりの欲と怒りの心と愚痴の病。まあこれは皆さん大体分かっていると思いますが、この対処方法ね、病は知ったけども、じゃあどんな薬を与えたらこの病が治るのか。この病をなくすことによって皆さんは、このやがて迎えねばならない死もね、乗り越えられます。結局死が怖いのはですね、この、執着があるから、罪悪があるからなんですね。で、仏教ではこれを治す薬ね、骨相と慈悲相と十二円相、この薬を皆さんですね、まず理解して身につけたならば、執着はぐっと減りますし、罪悪も減っていきますから、死もね、安らかにね、迎えることができますので。ただこの話はもうね、皆さんのみならず、もう実は全ての人に聞いていただきたい大切な内容ですから、まあちょっと難しい話になるかもしれませんが、そこは申し訳ありませんけど、頑張って、聞いていただきたいと思います。じゃあまず最初ですね、貪欲の病にはどういう薬が必要であるか、まあそれをまず見てみたいと思いますね。お釈迦様親鸞聖人は骨相を観世しむとおっしゃった。骨相を観世しむとは何かと言いますと、文字通り骨の姿をあるがままに見なさいということですね。骨の姿をあるがままに見なさい。この骨というのは死んだ後のね、に見ることのできるもの。
これはですね、私たちは嫌なことですけども、生まれたからには必ず死ななければならない。骨相をあるがままに見るとは言葉変えたら、無常感を問い詰めること。無常というこの厳粛な事実を、ね、否定せずに無常をあるがままに見て無常を受け入れることだと、こう言い換えることができます。まあ、昔から仏教ではですね、皆さんが、この幸せになるには、悟りを開くには無常感を問い詰めなさいという教えが昔から言われてきました。まあ、ここでもね、無常感とありますから、この感はあるがままに見るということですね。これはね、この感とは違うんです。この感じるとはちょっと違って、この感じるとなったらね、死ぬんだ死ぬんだ死ぬんだとね、なんか感情を高ぶらせてね、なんか脅すような話をする人もありますけど、そんなことをしても無常は分かりません。私は必ず死んでいかねばならないということをですね、受け入れることですね。常がない、ね、生あるものは必ず死んでいく。今元気だった元気な人たちもみんなですね、ひとつまみの骨となって死んでいかねばならないという、この厳粛な事実、この無常とは、これはイコール死と言い換えてもいいです。必ず人は死ん、一度は生を受けたからには死んでいかねばならない。これが認めることができたら、異常な欲がなくなります。貪欲と言いますのは、これはですね、貪る欲と書きますようにね、あの仏教ではこの欲はね、全く問題ない。ただ欲するのは、これ欲とは欲する、求めることは問題ないけども、必要以上に求めるからまずいんです。この貪とは、これは貪りというか、貪るという感じで執着です。必要のないものを手に入れて人に自慢したりとかね、必要のないものまで求めてしまう。生きていくために必要なね、衣食住薬になれば、全くその欲は罪悪じゃありません。これ欲自体は善でもなければ悪でもない。どんな心で求めるかによって、善か悪かが決まります。我々はとにかく執着して必要以上に貪ってしまう。で、これで人とね、喧嘩してでもね、人を傷つけてでも、人に迷惑かけてでも、自分のものにしたい、自分のものにしたいと、そういう心で、欲を起こすから、それが罪悪となってあなたを苦しめることになると。だから必要なものを求める、これだけならば全く、問題はございません。で、このね、必要以上に求める、貪りの欲を求める、これをなくすには、無常というものが認められたらぐっと減ります。私は必ず死んでいくんだなぁということが分かればね、自分にとっても年取ったら、そんなね、豪邸もいりませんね。そんなね、貯金でもね、必要なものが生きていくだけのお金があればいいと。必要以上にお金や財産とか、そういうものをですね、人と争ってでも得ようという気持ちはなくなります。逆にまた、この無常が認められたら、心は、お釈迦様は穏やかになり、安らかな心になれるとおっしゃるんです。ちょっと意外ですけどね。またこの無常が認められたのが仏教では涅槃なんです。瞬間瞬間、私たちは消滅、消滅変化を繰り返している。どんどん変化している。我々はこの変化を否定しているから、無常を否定しているから苦しみ悩まればならない。無常を否定しているから、あれも欲しい、これも欲しいという気持ちがムク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 出てきて、苦しまねばならないんだと。あの蓮如上人ですね、このようにね、あの覚如上人というお言葉をね、お言葉のちょっと引用されてね、あのこういうことを教えくださってますね。こういういい歌があります。今日ばかり思う心を忘るなよ。
今日ばかり。これはね、まあ、蓮如上人のこの五一代について書いた本が、まあ、五一代記聞き書きというね、浄土真宗ではそういう本があるんですけどね、まあ、その中でね、68箇条目885ページにね、885ページにですね、こういう歌を蓮如上人ね、覚如上人という方が、紹介されて教えてくださってるということで言われてます。これなかなか皆さんねためになりますから聞いてください。今日ばかり思う心を忘るなよ、今日ばかり思う心を忘るなよ、さなきはさなきは、ここがちょっと難しい、糸ど望み大きに、覚如様お歌というふうに蓮如上人おっしゃったんでしょうかね。今日ばかりね、318いくつあるね、お言葉の中に68番目にこういうのがあるんです。今日ばかり思う心を忘るなよ、忘れなさるなよ、さなきはそうでない時は糸度より一層ますますより一層望み大きに、あれも欲しいこれも欲しいとどん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 欲が出てくると、まあ覚如様お歌とありましてね、あの覚如という人はですね、どんな人かと言いますと、今の日本のですねこの本願寺教団をですね、組織立てて作り上げた、方であります。覚如というね方が、覚如上人と浄土真宗では言われますが、この親鸞上人亡くなった後ですね、まあ、ひ孫さんにあたります。親鸞上人のひ孫にあたる方で、この方がね、この当時はもう小さかったこの親鸞上人のね、まだ教団は小さかったんですけどね、そこで初めて本願寺という名前を作って、そしてこれをこれから日本全国に広めようとした、まあ、これがあの、まあ、蓮如上人なんですけどね、この土台を作ったのがこの覚如上人なんです。まあ、親鸞上人の教えをそのまま正確に伝えようと、まあ、組織を作ったと言ってもいいですかね。まあ、ひ孫さんにあたる方がね、親鸞上人の教えをここをしっかり学び取って、こういうね歌で皆さんにね、この問い子の病を治す薬をやっぱ示してくだされたと、こう言ってもいいと思います。どういう内容かと言いますと、今日ばかり思う心を忘れなさるなよと。仏教ではね、命は今日しかないと教えるんです。仏教に明日はない、これが仏法者の信条なんです。常にね持っている信念、今日しかない、明日はないと生きる人は毎日が充実します。価値ある生き方をします。充実した奮闘の日々が送れます。ところが私たちはね、ついついね欲に流されて、だら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 意味のない生活、ただ死にたくないから生きている、そんな方が多いのはね、死は人ごとで、自分が死ぬとはね、死ぬが死ぬまで我々は思えないものです。これにねメスを入れる仏教は、やっぱり皆さんに真剣に生きてもらいたい、幸せに生きるにはこの無常観を深める、骨相を完成しむ、この必ず人は死んでいくというこの現実、厳粛な事実をですね、皆さんが認めたならば、貪欲の病が癒され治せるんだと。命は今日しかない、明日はもうこの世にはいないとなったら、今ね目の前の人を大事に、今の一日を大切に生きるし、今の人間関係ねを大事にしていこうという気持ちになります。あれも欲しいこれも欲しいと、そんな命にはね無限にあるわけじゃない、ね、今日ばかり思う心を忘れてはなりません。それをね、さなき、これさと読むんですね、
さなき、これはですね、そうでない時はという意味なんですね。そうでない、これがこれ、さはこれ、そうでない、叱るという漢字をさと昔は読んでね、そうでないというのはいわゆる今日ばかり思う心を忘れている時、ね、忘れている時は意図度、これは一層、ますますね、ますますとか一層というなんですね。まあ昔の古語と言いまして昔の言葉なんですけどね。そうでない時は意図度、一層、ますます、あなたの心はどうなるかというとね、望み、これ欲ですね、あれも欲しい、これも欲しいと、今必要ないものでもね、とにかく手に入れたい、あれも欲しい、これも欲しいと、望みがますます多くなってね、むさぼりの欲が膨らんでいきますと。この貪欲の強い人はね、もう自分がね、もう死ぬとは思えない、私の死を完全に忘れてるんですね。だから死を聞いてもね、人ごと人ごとなんです。で、仏教ではこの死をね、人ごととして取るんじゃなくて、我が身の死として眺めなさいと仏教では教えます。だから皆さんでもね、これからもう実際皆さん、よく亡くなる方がいると思うんですね、親戚や親類にね、あるいは友達でも、そういうね、葬儀には仏教では参加したらいいですと教えます。そして亡くなる時には必ずね、この人の死体を見ますね。まあ今は結構綺麗な化粧をして、この顔をね、綺麗に整えますけど、仏教から言うと本当はね、これね、骨葬の意味はね、本当はあるがままの姿を見た方がいいと言われますね。お釈迦様の時代ならばね、こういう葬儀なんかね、お金がかかる、昔はインドではこの結構木が高かったので、もうそのまま捨てるそうですね、死体置く場にみんなね持っていくわけ。そうするとね、鳥が食べたりとかね、これ長葬といってね、鳥の葬式に会うみたいな感じで、鳥が肉をついばんだりして、もう見るに見られない、そういうね、死体置き場にね、お釈迦様ね、お弟子たちをね、いい場所があると言われてね、死体置き場に行って骨葬を見なさいという教えをされてるんです。まあ、今はできませんけどもね、お釈迦様時代は、ね、仏道修行者はこれを見ることによって、骨葬を感じることによって、こう欲がぐっと減って、罪悪は減ったんです。私は必ずこの死体のように、このやがてね、ひとつまみの骨になる、死んだらものすごい勢いでね、もう体はボロボロになります、これが私の姿、未来の姿なんだと。私も必ず死んでいく、これをあるがままに見る、これをお釈迦様ね、お弟子たちに勧められたんです。まあ今はこれはできませんけどもね、まあ、テレビでも絶対死体は日本ではね NG なんですね。で、死体でも綺麗にね、これ化粧しますけど、本当は仏教から言ったらあるがままにいた方が本当はドキッとしてね、自分の死を本当は問い詰めることができるんですけども、でもそれは今はできませんから、せめてね、まあこの葬儀やを参加することによって、私も必ず死んでいかねばならないということを知ることによって、この貪欲の病を治すことができます。私もいつかはお迎えが来る、ね、いつまでも人の葬儀に出ておれない、必ず死んでいかねばならない、この無常が分かれば本当の幸せになれるとお釈迦様おっしゃるんです。まあ、ちょっとこれはなんでかなと思いますけど、真実です。無常が本当に分かれば、それが涅槃であり、本当の心の安らぎ、穏やかな心になって死ぬことができる。死を否定しているから怖いんです。必ず人間は死んでいく。これをね、元気なうちから否定せずに受け入れることが幸せへの道なんです。あるがままに自分が死んでいく姿を見ていく。まあこれをね、また歌ったこういう歌もありますね。鳥部山、昨日の煙今日も立つ。
鳥部山、昨日の煙、今日も立つ。眺めて通る。人もいつまで。これ昔から日本でね、伝えられてきた古い歌であります。鳥部山。鳥部山と言いますのは、京都東山にある、火葬場として昔は使われていた。鳥部山というのはこれは火葬場の代名詞だったんです。あの藤原道長なんかはあそこで葬られて、で日本ではずっと火葬というものがですね伝統的にあるのは、この鳥部山で偉いさんがね、焼かれた。そして死体もどんどんここに持っていって焼かれたんです。でこの鳥部山を元にした歌なんですけども、どういう歌かと言いますとね、鳥部山がありますね、京都東山に鳥部山という山がある。そこをですね、通った人が山を見るとね、煙が立ってるんです。まあこれを皆さんに例えますね。皆さんが鳥部山を通ったとしますね。鳥部山を通りました。ね。昨日の煙、今日も立つ。ね、昨日鳥部山を通った時に人が死んだんだなぁと見ました。今日また鳥部山を通りました。するとまた、ね、今日も煙が立っている。でこの人の心境はね、人は死ぬものなんだなぁと、まあ、こう思っておりますけどもね。この人はね、仏教から言ったらね、私たちもそうなんですけども、人の死、人の死ばかり見て、やがて自分もね、この場で火葬場で焼かれてしまう日が遠くない未来に来ることを我々は死ぬまで思えないんです。思えないから幸せになれない。これ思えたらね、遠くの病は減らすことができるし、皆さんは本当の幸せになれるんです。でもこの人はね、人の死ばっかり見ていて、ね、眺めて通る人、あなたもいつまでも人の死を眺めてはおれませんよ。あなたも近い未来にこの火葬場で一つまみの灰となり骨となって、ね、煙が立つ立場に逆転するんですよとおっしゃったんです。でこれをね、この歌を作った人もね、もうこの歌を作った人もとっくに亡くなっていますね。まあ仏教でこの無常観を教えるためにこの歌を作ったんだけどね、人の死と思っていたらいけない、自分もやがて死んでいかればならない立場に立つんだということを思いつつも、とっくに、亡くなってしまった。今私もねこの話をしてますけど、私もすぐですね、ね、人の死と言ってますけど、私も同じように、皆さんもこの話を聞いてますけども、そんなに遠い未来じゃなく、やがてこの火葬場で焼かれるかどうかは別に置いといて、人から死を眺められる立場に 100% なることを、これを否定せずに受け入れていただきたいんです。それがあなたの皆さんの幸せにつながりますから。まあこれをですね、親鸞聖人ね、まだこれを受けられてね、こういうこともおっしゃってますね。親鸞聖人ね、まあこれもあの五一大記記書にね、蓮如上人ね、親鸞聖人のお歌ということで紹介されたところがあるんですけどね、878ページにね、25番目にこういう歌でおっしゃってますね。親鸞聖人ね、鳥辺の思いやるこそ哀れなれ、思いやるこそ哀れなれ、ゆかりの人の後と思えばと。まあ同じような歌なんですけどね、まあ、これは親鸞聖人のお歌ですね。まあ、この歌を紹介することによって少しも皆さんにね、
この骨相を観世しも、無常観を深めて罪悪を減らして幸せになってもらいたい。そのためにはあるがままに、この人事現実をですね受け入れる必要があります。4行目にこういうふうにありますね。878ページの4行目に25番、取り部の思いやるこそ哀れなれ、ゆかりの人の後と思えばと、こういうふうに言ってますね。まあ、これもちょっと説明しないと難しいかもしれませんので、まあ、簡単に説明いたしますとね、取り部のとはこれは取り部山、京都東山にある取り部山を取り部のという言い方もするんです。野原の野ですね。まあ、取り部のといったら昔はね、もう火葬場と決まっていたんです。取り部のといったらこれは火葬場、人がね、死んで焼かれる場所が取り部の、みんなやがて死んでいく、ね、取り部のを思いやる、煙が立っているのを見ると、ああ人が死んでいくんだなと思いをやりますね。哀れなるというのはこれはですね、もちろん人が死んでいくのは哀れでありますが、この人の死を見た時の心はどうなのか、自分のこととして受け入れているかどうかなんです。これをね、人の死と見ていたら幸せにはなれない。仏教では人の死を聞いたり見たりした時は自分の死に引き当てて、自分の死に引き寄せて思いやる、そうすればあなたの幸せにつながる、ね、ゆかりの人の後と思えば、ゆかりだから縁のある、縁ですね、自分と人間関係のあった人の人に、特に皆さんはね、葬儀に行きますわね、自分と関係ある人だから案内が来るんですね。亡くなりましたので葬儀に来てくださいと。自分と縁のある人のところに私たちは葬儀に行きますけども、ね、ゆかりの人の後と思えば、ねね、私もその後にやがて、ね、一緒に、ね、この後私たちもこの後に死んでいくんです。だからですね、この人の死、人の死と並べるんじゃなくて、自分の死なんだと受け入れていく。これを人の死と眺めていたら非常に悲しいことであり幸せになれませんから、ゆかりの人の後と思えば、ね、自分の縁のあった人、ね、が亡くなった後、ね、後と思えば私もやがて死んでいかねばならないですよと、この無常観を問い詰める、これが仏教であります。だから最後ね、この歌で締めくりましょう。まあ、この無常観についてね、こういうのもありますね。今死ぬと思うに勝る宝なし、心に秘めて常に忘るなという歌がね、日本にございます。今死ぬと思うに勝る宝なし、心に秘めて常に忘るな。今死ぬと思うに勝る宝なし、思うに勝る宝はございません、心に秘めて常に忘るな、忘るな。まあ、この歌と似てますけどもね、この歌を元にして作ったのかもしれませんが、まあ、こういう歌がまた日本にあります、ね、今死ぬと思うに勝る宝なし、心に秘めて常に忘れなさるなよ、今日死ぬ、ね、今日が今生最後かもしれない、ひょっとしたらこれが皆さん今生最後のね、ご縁になるかもしれません。だから一回一回が勝負なんですね。今死ぬと思う以上に優れた宝、こんな素晴らしい宝はございませんと、この無常感を深める、これ以上のね、あなたの貪欲を治すね、薬はないんだと、こう言ってもいいんですね。思うに勝る宝なし、だからこの宝をですね、心に秘めて、心にね刻んで常に忘れてはならない、常にこの無常ということが心にあれば、この病は確実に治していけるし、皆さんは本当の幸せに
つながる。でこの無常を受け入れて初めてこの死を乗り越えることもできるんです。だから今死ぬと思うに勝る、思うに過ぎし宝なし、心に秘めて常に忘れなければこの貪欲の病を、ね、治すことができますからと。これがお釈迦様の、ね、親鸞上人の貪欲という病を治す薬、これが骨相を観世しむということですね。まあこれに、ね、刻んで、進ませていただきたいと思います。では休憩を入れたいと思います。